ザワチンデラックス袋の旅、また始まりました。あのいつもはですね、ミヤちゃんとチンさんということでお送りしてるんですけど、はい、今日はね急遽ですね、あの私一般社団法人、こちらの後ろのですね、あの運営をしてます一般社団法人アウルの理事をしてます松沢がお送りしますということで、今日はですねミヤチンデラックスではなくてザワチンデラックスということで、はい、お送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、早速ですね、そうしましたら本日のゲストですね、ご紹介したいと思います。株式会社フォーンアグリライフの今井泉さんですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうしましたら、あの早速ですけれども、はい、ちょっと自己紹介の方していただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。株式会社フォーンアグリライフの今井と申します。はい、新潟の南大沼でお米を作っていまして、そのお米がとても甘みが強いので私の下の名前と合わせました甘泉と、こちらにもあるんですけど、ね、甘泉、はい、すごいいい名前ですね、さすが。あのそのお米を通して食育につながる活動、フードリテラシーを高める活動と、あと農家さんのサポートとかを、各地域の農家さんのサポートとかをさせていただいております。あの会社のお名前ですね、はい、フォーンアグリライフということで、はい、スペルがですね FAUN、はい、あとアグリライフということで書かれてるんですけど、はい、この由来ってどういう由来なんですか。そうですね、あのファンとファン FAN FUN を掛け合わせまして、あのやっぱりファンになっていただくっていうのが一つと、はい、あとはあの農業に対するイメージが、まあ、3K とか言われる業種でもあるんですけども、やっぱり楽しいっていうようなところをあの感じていただきたいなと思いまして、あのファンとファンを掛け合わせて造語なんですけども作らせていただきました。すごい、なるほどなるほど。でそちらで今販売されてるのはこちらの甘泉さんですね。そうですね、ちょうど今、はい、あの稲刈りの時期にですよね。うちも昨日ですね、はい、あの稲刈りが無事に完了いたしまして、はいはい、10月1日から新米の方をお届けさせていただくような。おお、これ注文しなきゃいけない ね、 そうですね。どうやって注文できるんでしょうか。そうですね、あの EC サイトの方で販売させていただいているので、後ほどまたご案内させていただければと思います。はい、こちらあのどういうお米なんでしょうか。そうですね、はい、南大沼産コシヒカリ、品種はコシヒカリになるんですけれども、うん、特別栽培米という減農薬で作っているお米になります。はい、で新潟では今 BL 米っていう胃もち病にですね強く品種改良したものが主流なんですけれども、あの少しあの従来種よりも甘みが落ちるということで、あの美味しく食べていただくのも体にとってはすごく重要なことなので、あのうちでは未だに従来種の方を使わせていただいております。すごい、あ、美味しそう。こちらですね、おにぎりですね、はいはい、これ見る感じですと、はい、白米とあと玄米ですかね。そうですね、はい、玄米と白米とあの、はい、どちらもあの取り扱いの方させていただいてるんですけども、はい、やっぱり玄米の方が、うん、あの栄養価がすごく高いのでおすすめをさせていただいています。うん、はい、そうですね、なかなかこう玄米って普通に暮らしていく中ではあんまり食べないなというのがあるんですけれど、はい、なんかパサパサするから食べにくいみたいなことも、ね、はい、多いと思うんですけれども、はい、結構あのコシヒカリがもっちり感も強いので、玄米食べていただくとあの今までと全然違うっていうようなお声もいただくので、ぜひ、はい、あの白米だけじゃなくて玄米の方も、食べていただければ嬉しいです。チャレンジしてみたいです。はい、であの炊くときに注意するポイントって何かあるんですか。そうですね、美味しく炊ける、あの美味しく炊けるポイントとしては、うん、よく聞かれるんです、炊き方とかも聞かれるんですけど、はい、そうですよね、やっぱり1回目のお水、そのすぐ入れた時のお水は、はい、あのお米はあの水分が大好きなので、は水だって言ってキュッてあの、ね、あの取り込みたくなるんですけど、あの、はい、ちょっとゴミとかがついてる可能性があるので一番最初の水はすぐに捨ててくださいっていうのをお話させていただいていて、であとはその、まあ、今ですね精米の技術とかもすごく発達してるので、はい、あんまりゴシゴシとあの研がずにですね、あの数回かき混ぜていただいてお水を捨てていただいて、はい、であとは浸水ですね、あの白米であれば30分から1時間とか、うん、あのしていただいたりとかで、玄米に関してはあのちょっと長くしていただきたいなっていうところがありまして、あの、まあ、6時間ぐらいしてくださいねっていうのもあるんですけども、もっと実は24時間ぐらいしていただくとあの発芽玄米になってより栄養価が高まるというの、発芽玄米こちらでできるんですね。そうそうです、初めて聞きました、勉強になりますね。はい、ぜひそちらもですね試していただければと思います。はい、試します。
私はいいこれはどういうものですか。はい、あの農家さんのサポートというので、あの、はい、今オンラインサロンとかもさせていただいてるんですけれども、うん、はい、あのみんなでですね、そのやっぱり農業って食べることは毎日のことで身近なことだと思うんですけど、はいはい、農業ってなると途端にちょっと遠いイメージが強いので、そうですね、なかなかね、はいはい、そういった農業をもうちょっと身近に感じていただきたいなっていうところと、その生産の現場を見ていただいて、農家さん の, あの、まあ、どういったこだわりがあるとか思いの部分をあの直に触れ合っていただくことで伝えてもらいたいなっていうことで、あのこういった農業体験ツアーっていうのをあのやらせていただいていまして、各地域の農家さんのところにですね、はい、あのサポートツアーということでお手伝いに行かせていただいたりしています。すごい、いや、ね、体験ツアーいいね、うん、先生行きたいですね。行きたいです ね、はい、今年できますか。もうダメですか。そうですね、ちょっと今食べねかりをバスツアーにまでもさせていただいてたんですけども、はい、コロナの影響もありまして、あですよね、はい、ストップさせていただいていて、でもやっぱり農業の現場ってもうそれでもストップはしないの で、 そうですよ、ね、はい、あの人手が必要な農家さんとかいらっしゃるので、そういったところにはあの少人数であのお手伝いに行かせていただいたりしております。続いてですね、あのちょっと泉さんの個人的なこともちょっと伺いたいなと思うんですけれど、はい、気になります、はい、気になります、あの実は最近ご結婚されたと、はい、あそうですね、今年に入りまして、おめでとうございます、ありがとうございます、幸せいっぱいですね、ありがとうございます、なんかあの結婚式が結構、はい、あの有名なところでされたということなんですけど、どちらでされたんですか。そうですね、あの軽井沢の方で石の教会で挙げさせていただきました。なんか実はあれですね、我々あのはい、そこを中継で拝見しまして、教会もすごく、はい、あの綺麗といいますか、本当に石を積み上げて、うん、そうなんですよね、幻想的なところで、はい、有名なところで、はい、なかなか予約しないと入れませんよね。そうですね、はい、はい、素敵で一緒の思い出ですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょうどあれですよね、その、はい、結婚式の時と、はい、我々の社団の設立のタイミングがちょうど一緒ということで、同じ日ですね、はいちょうどその設立のイベントを、はいはい、まあ、あのひっそりとですけど、はい、あの少人数でやるときに、はい、あのちょうど中継をしながら準備をさせていただいてということで、はい、やってました。ちょうどあのスクリーンで表示して見てたんですけれど、はいね、楽しそうだったね。その前で陳さんが一生懸命餃子を作っていたという面白い感じの光景でしたけれど、結構そのご夫婦で旅行とか行かれたりするんですか。はい、そうですね、あの、まあ、新婚旅行に海外にっていうのをちょっと考えてたんですけど、このご時世なの で、ね、あのひとまずあの国内の方で少しあの北海道とか行かせてもらったりとか、あとまあお仕事も兼ねてるのになるんですけども、山形とかそれこそあのゲロの方とかも一緒に行かせていただいたりも、はい、いろんなところ行かれてたんです ね、はい、そうですね、新婚旅行です ね、はいね、はい、あの北海道どちら行かれたんですか。北海道は札幌とあと小樽と、はい、はい、まあ、千歳の近辺とかも行かせていただきました。ちょっとね、我々も千歳でちょっと展開しようかという話も、はい、そうですよね。あと山形と山形ですね、はい、ゲロも行かれたんですか。ゲロも、はい、すごいですね、はい、ゲロどちら行かれたんですか。あ、ゲロ温泉に、あ、いいですね、三大温泉ですね、はい、温泉好きですか。温泉が、はい、温泉大好きなので、ね、はい、すごいです、ね、美肌効果があるって伺ったので。そうですよね、はい、女性はね、はい、美肌って言うとね、行きたくありますよね、はい、そうですね、ちょうどあれですよね、あの年齢も多分すごく近い年齢で、はい、はい、結構あの我々の世代そろそろちょっとお肌も気になるかなみたいな、ね、ところがあるので、そうです、ね、はい、でも先生綺麗ですよね、ありがとうございます、全然綺麗です、シワ一つもないんでね、いや、それこそあのお米の米ぬかもすごく肌にいいという話です。あ、ですよね、なんか化粧水になったりとかっていうのも、はい、作られたりもしてますので、それって売ったりしてますか。 う、 す、ね、あ、うちでは化粧品までは作ってないんですけど、はい、これからなんかね考えればいいかなと思います、はいはい、結構新潟でも米ぬかの製品とか作られてるとこもありますよね。そうですね、東京から行くとどうやって行けばいいんでしょうか。東京から新幹線で行っていただくと、はい、あの上越新幹線で、はい、はい、もう70分ぐらいで着きますので、アクセスはすごく遠くないですね、なんか遠いイメージあるんですが、はい、そうなんです、意外と近いんですよね。近いんですね、はい、車で行っていただいても3時間ぐらいで着きますので。3時間、はい、それではですね、これからあの泉さんの会社のですね、はい、お仕事の内容についてもうちょっと、はい、深掘りしていきたいと思うんですけれども、はい、先ほどもうちょっとお話伺いましたけれども、泉さんの会社ですと、こちらのお米の生産、はい、販売をされているというところと、
あとその、農業ツアー体験ツアーもされているということなんですけれど、はい、そうですね、はい、他にも何か取り組みされてたりするんでしょうか。あ、そうですね、こちらのお米の方は販売生産販売させていただいているんですけども、なぜお米かっていうところで言うと、やっぱり食の、主食のところになりますので、その主食をまず見直していただくというところと、米売りがしたいというよりはその食事全体を見直していただきたいなと思っていて、やっぱり、ね、食べるもので体ができているのに、自分が食べているものに対して気にしてない人がすごく多いので、そういった考えていただけるきっかけになればいいなと思って、米からスタートさせていただいたんですけれども、今先ほど最初の方で少しお話しさせていただいた農業体験ツアーとかもやらせていただいているんですけれども、おこメンバーというオンラインサロンをですね、2020年からスタートさせていただきまして、そちらで食のどういったものを食べたらいいよとか、旬のものこういうのありますよねとか、あとはこういう農家さんが各地域で活躍されている方々をご紹介させていただいたりとか、しながら、ちょっと落ち着いたらそこにまた皆さんでサポートツアーっていう形でお手伝いに行きましょうっていうので、オンラインのサロンの方もさせていただいている感じになります。はい、おこメンバーという名前なんですね。そうなんです。すごい面白いですね。おこメンバー、そのフードリテラシーを高めましょうっていう、まずその学んでいただくのもありますけれども、食べる作る知るっていうのをキーワードにしておりまして、食べるというところでその食のイベントを開催させていただいて、お米の食べ比べをさせていただいたりとか、あとはこちらですね、これおこメンバーの方ですね、であとはその地域の食材と甘泉を、コラボさせたような食をお料理を作らせていただいて、それを皆さんで食べていただきながら交流をしていただくようなイベントを開催させていただいたりとかですね、あとは作るというところは農業体験ツアーで、田植えとか稲刈りを主には南魚沼にバスツアーをさせていただいておりまして、でそういったところから他の地域でも同じような形で広げていきたいなということで、今ですね企画の方をさせていただいているところなんですけれども、あとは知るというところでセミナーを開催させていただいたりとか、あとはワークショップでお米つながりでしめ縄を作るようなイベントを開催させていただいたりとか、こちらの写真は、これ田植えの時の稲、なるほど、ですね、まあ、手に持たれているのはどういうものなんですか。苗です。ああ、苗なんですね、これをみんなでこう植えていくっていう、手でやるんですか。手植えしています。なので裸足で田んぼに皆さん入っていただいて、手植えをしていくっていうので、なかなかね関東とかこういうできないですね、できないような体験なので、すごく子供の方もですね、ファミリー層の、あー、本当ですね、お子様連れで来られる方も多いんですけども、大人の方が結構楽しみやってるところもありますね。なかなかできないですよね。こんな感じです。そうなんです。子供に戻ったような感じですね。でみんなでこう汗をかいた後にはバーベキューをご用意してるんですけれども、地元のその食材を使ったバーベキューとか、あとぬか釜、葉釜でお米を炊いたりとか、鮎の塩焼きをご用意したりとか、そんな形で、でバーベキューを楽しんで温泉に入って帰るっていう日帰りツアーを、やらせていただいております。メンバーになりたいですね。メンバーになれば どうすればいいんですかね。そうですね、コメンバーで見ていただくと出てくるか、そのサイトの方が出てきますので、サイトですか、そちらの方からですね、ジョインするっていうのを選んでいただくと、コースがいくつかあるので選んでいただくような形になります。これ定期的に何か怒られてきてくるんですか。そうですね、お米付きプランとそうではないプランがありまして、お米付きプランになりますと毎月2キロとか5キロとか選んでいただいたキロ数のお米が届くという感じですね。なるほど。お米の注文はもうここからなんですか。お米の注文自体は甘泉 .com でサイトの方を見ていただくと出てきますの で、ありがとうございます。そうですね、時期関係なく、やっぱり普段から食べていただいているものなので、ちょっと品切れを起こさないように。そうですよね、頑張っております。玄米もあるんですね。玄米もございます。あとは今玄米を米粉にして、玄米全粒粉ですね、
そういうのもあるんですか。そちらも、はい、ありますので小麦粉の代わりに使っていただいて、はい、グルテンフリーができますので、はい、何を作ればいいんでしょうか。あ、何でも大丈夫です。小麦粉と同じように同じようにあのケーキとかそのパンケーキとかを作っていただいてもいいですし、あとはあの唐揚げとかのあの衣に使っていただいてもいいと思いますし。唐揚げ、いや新鮮、なんか聞いたことないですよね、はい、そうですねはい、試してみたいです。はい、はい、